はい皆さん、こんにちは。コツコツ日本語のみずきです。今日はスペシャルゲストに来ていただきました。リツさんです。リツさん、ようこそ。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい。リツさんは2回目のコラボですね。はい。はい、前回は京都についてお話ししました。で、今回のトピックなんですけど、えー、日本の英語教育について話そうと思います。 でえっと、私たちは、えー、とはるかさんとのりこさんと一緒にグループ会話クラスのサニーサイドジャパニーズっていう、まあ、スクールがあるんですけどそれでレッスンをしています。で今回私たちが話す、えー、日本の英語教育について今度また7月のトピックとして、えー、とクラスでディスカッションするのでもし皆さんあの話したいという方がいたら トライアルクラスもありますので、ぜひぜひ参加してください。はい。ということで、じゃあ、早速、話し合いたい,いと思います。<laughs> はい、<laughs> はい。じゃあ、まず1問目ですね。はい。リツ、はいえー、さんご自身は、えー、っと、はい、とか、まあ、リツさんのご家族とか、お友達は、今までどんな英語教育を受けてきましたか、うん、学校とか学校以外でも、どうでしょうか もう私の家族については、もう超普通です。<laughs> あの、私は、まあ、中学生レベルの英語話せるんですけど、うんうん、あの、私が一番英語話せるっていう感じのレベルの家族なので、全然、もう普通の日本の英語教育しか受けてないです。 え、立三世代だと、いつから英語の教育が始まったんですか。なんか一応小学校からです、ね。あ、そうか、そうか。うん、どんな英語。でも、でもなんか週に一回、なんか英語、うん、英語教室で、なんかみんなで。 歌歌ったり、はいはい、なんかハワハワイウ、I'm fine みたいな、はい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 、わかりますわかります。あじゃ学校以外でっていうことですか？あ違います。あ学校の授業として、あで、小学校からあったの、いいな。あなかったんです。あないですないです。中一からでしたね。学校の授業は。 そうそうそう結構だって10歳十<お>歳以上違うでしょだから世代としては結構 <laughs> あっそうなんですか水木さんの年齢私知らないです <laughs> <laughs> まちょっとねあのはっきり言ってないんですけど <laughs> もうすぐ40歳40歳一応手前っていう感じですかね。<laughs> はい、そうなんですなので<ジ> <laughs> 中学校中学校から英語の勉強を始めましたねそうなんですね本当、うん、あの本気でもっとお若いと思ってました本気で本当にいいよいいよそんなの <laughs> あそっかーじゃなかったんだな,んですよないんですよそうでしかもなのでなんていうコミュニケーションとか全然やらなくてうん もう英英語語の教科書英語で英語で書ででいてあるでしょその文を日本語にひたすら訳すだけっていう感じで話したり、うん、まあ聞く多少はあったけど、はい、まあ基本的にはその日本語に翻訳するそれだけ。でもそこは同じだと思います。中学、うん、はい本当に日本語を英語になんか訳して書いたりうん,んそう長文をなんか後ろから うん、読むみたいなわかるわかる,かる <laughs> そうるる後ろから読む癖がついてるのでもうそれは話せないですよねうんそうだよ、うん、話すための勉強じゃないですよねそうそうそう、まあ、受験そうそう受験そうなんです、うん、そこがね一番日本の英語教育の問題点かなって思いません思、ま、思いいまますす <laughs> <laughs> 本当に思います <laughs>、うん 受験目的になっちゃってますよね、うん、英語の勉強が、ね、本当にに、うん、んか、うん、い教えてくれてありがとうとは思いますけど、うん、なんかもっと違う教え方してほしかったってちょ,、うん、ちょっと怒ってるぐらい <laughs> <laughs> 本んですよね時間あれだけなんかもうめっちゃ勉強、うん、それこそ律さんだったら小中高大学も、うんうん、ですよね そ,うですね、そこまで長い時間英語に一応時間を費やしてきてるはず、い、なのにやっぱりコミュニケーション重視じゃないから話すのが難しかったりしますよね、うん、私もそんな感じで、はい、あの受験の英語をめっちゃ頑張ったからその、うん、読んだりあ書くは微妙だけど、うん、読むのはまあできるんですよ。話すが本当にできなくてなんこんなに英語勉強したのになん <laughs> でこんな話せないんだよって。<laughs> 本当悲,、ね、悲しくなりますよね恥ずかしいもん。なんかうん、こんなに英語え,えなんでそんな話せないのみたいな。勉強 <laughs> <え> <laughs> 英語10年20年ぐらい勉強してそんなに喋れないのみたいな、えー。そうそうそう。ですリッツさんねこの間ちょっとお聞きしたんですけど英語コーチング英語をこう真剣に勉強し始めるって聞いたんですけど <laughs>、はいはい、その 英語を勉強するモチベーションっていうのは今どこ,どこから来てるんですか。まあ私の場合モチベーションはまあこの学生さんともっと話したいのもありますけど、うん、まあ基本的には日本語で日本語を教えるので、旅,旅行をもっと楽しみたい。ああそっかそっか。<laughs> はい。そうするとなんか現地の人ともっとコミュニケーション取りたいとか。うんうん、取りたい。 いいいいでですすねねいいモチベーション旅行大好きなので、うん、あと将来、まあ、海外に住んでみたいっていう気持ちもあるのでいや分かる分かる私もいつか住みたいと思ってますいつになるか分かんないけど、うん <laughs> うん、い住むか留学なんか親子留学とか子どもと一緒に行くとかなんかできたらいいなって思いますね。 そうですね。私もなんか、ワーキングホリデーも考えたんですけど、うんうん、まあ、実際、まあ、今の日本の、なんか、旦那さんとの生活を一年離れるのも、うんうん、まあ、そんなに、それはしたくないし、多分私が、なんか私が自分が何がしたいのかを、うん、<laughs> 考えたら、うん、まあ、さっさと英語を話せるようになりたいんだなって。うん、ああ、なるほどね。<laughs> 海外に今1年住みたいとか楽しみたいじゃなくてさっさと話せるように効率よくやりたいっていうのが分かったのでもうちょっとお金使ってコーチングコーチングね今日本ですごく流行ってますよねごコーチング人気ですよねいろいろ会社があってんか英語を集中的に勉強するコーチがついてサポートしてくれるみたいなねそういうサービス ねうん、私も受けてみたいけど結構結構ねお金も時間も結構費やさないといけない感じですよね、うん、そ,うそうですそうですいいないもしするならあのお友達紹介割引 <laughs> <laughs> これお願いします <laughs> <laughs> やってください <laughs> ね私もやりたいな、はい、ちょっとあの調べたりはしたことあるんだけどちょっと まあ、私の半年の成果を、うんまあ、聞いてからでも遅くないかもい、うんどういう。どういう効果があったかとか知りたい。ままた教えてははい <laughs>、はい頑張ります <laughs> <laughs>、はい、ということで、そうそう、じゃあちょっと話戻るんですけど、まあ、日本人は一般的にやっぱり英語力が低い、特に他の国に比べても低いって言われてるんですけど、うん、まあ、その。 ね、理由の一つとしては受験英語に、うん、フォーカスしてる、うんうん、あと他はどう思いますなんかどんな理由があると思いますかもう私これもう決定的にこれだって思ってることがあってもちろんその教育の仕方はあるんですけど、うん、もうそれよりもっと前の話で、うん、あのカタカナのせいだと思います。<laughs> わかる、わかるよ。うんうんうん、あの、ま、カタカナを作った人は悪くないんですけど、あの、カタカナ言葉うん、うん、は、なんか誰が考えてるんだろうっていつも思って、うん、例えば、うん、なんか、リンゴ <laughs>、うん、<laughs> リンゴは絶対、なんか音的には、うん アポの方がいいじゃないですか。そうだね。うん、うん。なんで<う>アップル。プルそう。そうどこから出てきた。そう,そう。どこから出てきた。<laughs> <laughs> 確かにね。もう、本当なんかそのせいだと思ってます、うん。発音全然違いますよね。カタカナって表す。あのカタカナ英語。よくね、日本語勉強してる方もね、うん、苦労してますよね。全然発。は、うん。 全然違うじゃんみたいな。<laughs> そうそう。かなんかお互いデメリットしかない。ね、うん。うん、うん、うん。そう。そのカタカナで言ったら、あの私えっと今息子が小学5年生なんですけど、うん、小学3年生の時の授業参観が英語だったんですよ。私すごい。楽しみにして、英語のその授業を見に行ったら、うん、なんか先生が。 なんて言ったらいいあんまり失礼のないように言いたいんですけど <laughs> <laughs> 先生の発音はあんまり良くなくて、うん、で多分先生もそれをご自身で分かっていらっしゃるのかなって。 でなんか C.D. に頼ってるんですよ。うん、その、うん、C.D. を流してはい、うん、真似していってごらんみたいな、うん、そういうスタイルだったんですね。うん、でしかもまあそれはまあまあいいとしましょう。うん、えっとあの私が問題だと思ったのが <laughs> その先生が黒板に例えばその アポとか書きますよね。アポとか、なんかベジタボとか、なんとかかんとか、うん、それをカタカナでア、うん、アポとか。ベジあ、そうだと思ったとんですよ。<ー>必要あるかと。お <laughs> お、おマイガーですね。<laughs> でしょだってさ、こ、子供なんて真似するの上手じゃないですか。うんうん うん、別に書かなくていい、うん、その耳で耳こびすればいいのに、うんうん、なんでカタカナで書いちゃうんだよと思って。それですよ。ガクッとしましたね。そのせい、そのせいですね、うん。それで発音も悪くなっちゃうし、なんか、うん、ね、いいことないでしょ。本当に、うん、一番最初にもう英語の発音記号みたいな発音記号はいらないかもしれないけど、これを教えて、もう。 ねえノーカタカナですよ。カ、うん、カタカナいいいいいらららななな英語の勉強にっった人ごめんなさでですけど <laughs> <laughs> ねだかそそれもちょっとだから私そこで思っ たのが先生の指導力みたいなのにも問題があるんじゃないかなと思っててっていうのはねその今5年生なのね息子同級生の息子がこの間授業参加ってそれもまた英語だったんですよ2年ぶりの英語の授業でどんな授業なのかな今回はと思っていったら今回めっちゃ楽しい授業でなんか英と歌歌ったり。 なんかゲームしたりとか YouTube の動画を使いながら、うん、結構なんかインプットアウトプットがちゃんとバランスよく取り入れられた授業で、うんうん、しかもその先生が帰国子女の先生で、うん、もうなんかめっちゃなんかアメリカンのなんかめっちゃ陽気な先生でそう,そうそうそう楽しい雰囲気が作れててあなんか素晴らしい英語は楽しいって思わせられるような授業だったから、うん、すごい。 で息子も昔英語嫌いつまんないって言ってたけど今は楽しい、うん、その先生好きだから楽しい、えー、面白いって言ってて、うん、だからあ先生も大事だなって思いました、うん、いやそうですよね <laughs> うんそうっていうねなんか,かその統,統一できないんですかねなんかその <laughs> 基準みたいなやつとか教え方いい教え方もっと、えー、このシェア してくれれば何、ね、かもっとねえすればいいのに結構先生によるところが大きいのかなって思いましたね結局英語教育ちゃんと始まったのも結構最近なのでうんなんか結局カリキュラムが上から降りてきてそれを必死に先生たちはやってるっていう感じだから多分どういうふうに教えるかまでちゃんと 工事を受けてない。うん、うん、されてないんだと思います。そう,そうか、そうか。律さんって、あの、先生、小学校の先生の資格を持っていらっしゃるんですよね。で、大学でもそでそ、それが専攻だったんですか、小学校の先生に。あ、そうです、小学校の先生。ああ、そうなんその時は、英語はどういう感じなんですか、うん、英語の、なんていう。 指導方法みそうなんだ<ー>そうなんだ。なん,だなんか一応その専攻があって小学校の英語教育の学科みたいなのもあったり<ー>中学校のがあったりーーでわ私はなんか学校教育っていうなんか全体的なことを学ぶ学科にいたので科目は全然私はしなかった。っっなるほど そこでなんか英語専攻みたいな人だったら勉強してるのかな、うん、そうですね、うん、専門的な勉強してると思いますかあ。でもそれもやっぱり先生によるってことですよね、そういう専攻を卒業した人だったらう,、うん、うまい授業ができるかもしれないけど、なかなか、ね、初めて英語,の英語を教えるとかになっちゃったら難しいですもんね、それはね。そ、うん、そうううかか、うん 美きさんお子さんの話もありましたけどなんか英語、はい、学校以外で英語とか習ってるんですか、うん、全然習ってないんです。これもいろいろ話があって <laughs> あのその一番上の息子は最初は私すごい気合い入っててやっぱ1人目の子供だから <laughs> この子をバイリンガルに育てるぞぐらいの気合いがあったんです。で めっちゃいろんな本読んで、バイリンガルに育てるためにはみたいなを<ー>。そうやって、なんか英語で話しかけてみるとか。なんか youtuber。全部英語しか見せないとか。んなんかめっちゃやってたんですけど、うん、あの3年後かな。3年後にあの真ん中の娘が生まれて。うん もうちょっと忙しくなっちゃって、もうそれどころじゃなくなっちゃって、うん、もう英語はもうどうでもよくなってしまったんですね。<laughs> うん、で、なんか、そう、それでもう。やめちゃって。うん、うん、今まで続いてるって感じ。そうなりますよね、<laughs> 絶対。うん。いや、そうなん。<わ>うん、私もなんか子供できたら、そのくらいのなんか、気合が今は。うん。うん あるんですけど、けど <laughs> <laughs> なんか続くともやっぱり思えない。 多分ね自分が話せたら負担なくできるのかな、うん、その英語で話しかけるとか、うんうん、でも私そんなに喋れないからすごい面倒くさいんですよ、うん、その大変なんですよね。で、うん、自分の勉強も続けないといけないとかあるからそれ、うんうん、にちょっと面倒くさくなっちゃって仕事が復帰仕事復帰して忙しくなるとか、うんまあ、まあいろいろでやめちゃった。 その一年間ぐらいはでもそういう努力を続けてた。一年二年。一年二年三年,年,年ぐらいまでやったかな。<え>うん、効果はどうでしたあ。効果ありましたね。その時は。<あ> <laughs> なんか。うん、うん。なんか息子は車とかすごい好きだったから。うん、なんか車関係の英語の。 英語の DVD を見せたりとかして、それで自然に覚えて、真似していったりとか。やっぱあるんだ、うん。そうで、ね、怖かったから、ちゃんと続けてたらよかったかもしれないけど、なかなか親は大変だと思うん。そうですよね。環境づくり。なかなかね、難しいですよね。うんそうまあ、お金も かかるんじゃない結構英語の塾英会話スクールみたいなうん、うん、行ってる人もすごい多い友達あの子供の友達ね、えー、多いんですよねでもやっぱりお金かかるし週に1回1時間でなんかどこまで効果があるのかなちょっと疑わしい、うん、<laughs> ところがあるんじゃないですかやっぱりうんうんうん、うん、と思ってやっぱ日常の中でめっちゃインプットさせるのが,が一番いいと思う、うん、そうですね が私はなんかもうその英語の教育をさせる英語を勉強させるっていうよりも英語に興味を持つようになってほしいからそういう意味もあってホームスホストファミリーをやってるんですけど定期的にあの外国の方を受け入れて一緒に暮らすみたいなめっちゃ素敵うん、うん、めっちゃ素敵だと思います <laughs> 私もやりたい <laughs>、うん、楽しいですよ <laughs> どれぐらいの期間いるんですか今いる人はね夏のプログラムなので2ヶ月ですねあとあ,、うん、そうあと1ヶ月いるって感じですね。それぐらいの短さなら全然ちょうどいいかなって感じ。なるほど。はい、すごい。はいじゃちょっと次の質問なんですけどちょっとここから真面目な話ですね。英語が 苦手な日本人ならではの問題だと思うんですけど、うん、まあ今いろいろ外国人観光客の方が日本にたくさん、ねうん、いらっしゃってると思うんですけど意思疎通ができない日本人は英語喋れないで外国人観光客の方も日本語が話せないってなるとこう,うまくコミュニケーション取れなくてレストランでちょっとトラブルが起きちゃったりして。うんうん でその店レストランの中には外国人お断り、まあ、トラブルを避けるために外国人はお断りしますっていう店もある。うん、ね、やっぱこれについてはどう思いますかいやーこれあの水木さんからこのトピックもらってすごい私考えたんですけど <laughs> うんなんかでもしょうがないですよね。うん、うん そのまあ、もし本当になんか差別の差別する気持ちがあっての外国人って言ってるならそれはもちろん問題ですけど、うん、まあこのお店は本当に日本、うん、あ英語が話せなくて、うん、そんなすぐ話せるようになるわけもないし受け入れたい気持ちがあっても来、うん、ち,ちゃったらもう お店の中ミスがあったりパニックがあったりするからうん、うん、いつも来てるお客さんが来れなくなって、うん、でこのお店が、まあ、損するうん、うん、ってなったらもう断るしかないそうですねまあ店側もその、うん、ビジネスですからねちゃんとその儲けないといけないから本当は誰でも受け入れたいけどでも、うん、しょうがなく。 やってるっててるるううとところはあると思うんですよね、うん、しょうがなく断ってるみたいなうーん難しいよねじゃあ外国人は日本に来たら日本語で日本語を話すべきだと思いますいやそれは全然思わないです、うん、あのー、まあそういうお店に行って、うん、あのーまあ、英語が通じない日本語わからない状況はまあも、うんうん、当たり前違う国違う国だから当たり前だから その状況を楽しむしかない。ああ逆にねポジティブに捉えてねそれが普通の状況だそうですよねだっていちいちそんな勉強していかないですもんね旅行行く時にそれぞれの国の勉強したいちょっとしていきたい人はすればいいしでも店もまあどの人にどんなサービスをするかは自由。 <laughs> まあそうですねそうそう、店側の自由だから、うん、そうね、なかなか難しいですね、これは。なんか、うん、差別するつもりじゃない場合は、いや、でも例えば、なんか逆の立場だったら、すごい悲しいというか、うんうん、え、なんかなんで、日本人お断りとか書いてあったら、え、うん、うん、うん、がん、とか思うかもしれない。やっぱりなん、か説明 ね。一言説明があればいいかそしたら誤解を防ぐことできるか英語話せないのでお店のパニックを避けるためにそれだったら理解できるかもねやっぱ言葉が足りないだけかもそうだねただただ外国人お断りだけだとちょっと。 ちょっと失礼な感じはしします、ねうんうん、悲しい、うんうん、難しいね。今いろんな外国人の方が日本に来てるから、やっぱり、うん、ねトラブルは起こっちゃいますよね。<ー>そのコミュニケーションがうまくいかないせいで。名古屋、外国人いっぱいいますか今 いやー東京ほどではない、東京とか京都ほどじゃないですけど、まあ、います。でも、あれ、観光客というより住んでる人だと思いますね。ああ、うん、そうかん、あまあ、いるっちゃいるけど、まあ、東京と京都ほどじゃないって感じ。うう <laughs> うんうん、うん,うんそう。なんか、あんまこういう問題は、名古屋では起きてないんじゃないかなと思うけど。うん 京都とかだとありそうだね。そう,そうですね、まあ。京都まで来ちゃうと、うん、多分、あの、逆にもういっぱいいるから、受け入れ、うん、受け入れるもう準備が結構できてる。あー、うんまあ、そっか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 。もういいって当たり前だからね、外国人の方が。うん、うん、多分。なるほどね、だから、イングリッシュメニューとか多分いっぱい置いてるお店が多い。はいはいはい。 それで思い出ごめんなさいちょっと話ずれちゃうかもしれないけど、はい、今うちにホームステイしてるアメリカ人の女の子いるんですけど、うん、この間あの大阪に遊びに行ったらなんか日本語で話してるのにどこに行っても英語のメニュー <laughs> 渡されるとか言って「<laughs> なんで?」みたいな <laughs> 言っては「まあ、そんな話よく聞くよ」とか言ってよく,ある <laughs> よくあるあるですよね。<laughs> 優しさ、うん いやねそうなんだけどね。そううんそこら辺もまあ、こなんか誤解、なんもどかしいですよね。うん、ほんに。なんかこう、すれ違いそうなんだよね。はい、そう。いいよね。はい。ということで、そうね、じゃあ、そろそろ時間が来たので、ここら辺で終わろうと思うんですけど、リツさんは、じゃあ、英語をこれから勉強して、 どん,などんな勉強をするんだろう今からシャドーイングとか多分私は特にリスニングが弱いのでシャドーイング毎日グ毎日、うん、毎日,毎日,毎日結構あれ大変ですよねシャドーイングってね私正直ちゃんと取り組んだことないのでそれも結局やり方とか効果が自分だけだとよく分かんないから続かないので今回その 1日毎日なんかフィードバックくれる、うん、<laughs> めっちゃいい、うん、<laughs> それを頑頑張張りますはー頑張ってください、うん、私もたまにシャドーイングするんですけど本当にそれは、うん、本当に1分ぐらいな,なんですけど、うん、めっちゃ大変だけど確かに続けていくとなんか聞き取れるようになるし、うん、まあ発音も よくな昔よりね昔よりは良くなっている気がします、うん、だから効果は絶対あると思う続けたらうんすごいなんか一人で努力できるの本当にすごいですそんなでも大してそんな褒められるほどやってないんですけど <laughs> いやいやいや <laughs> そうってことでねそうサニーサイドでもね、はい、もしあのメンバーになってメンバーになったらあの、うん、なんだシャドーイングのサービスもついていますのでそしてフィードバックもねつ、はい、きますのでぜひぜひ<う>サニーサイドに入ってください はい、はい、ということでじゃあ今日もありがとうございましたありがとうございましたまたお話ししましょうはーい,はーいじゃあさようならはいありがとうございましたはいは